さて早速ですが、皆さんは CS をご存知でしょうか？デュエルマスターズでは CS と呼ばれる64人以上で開催される大会があるんですが、この CS で一定の成績を収めると CS プロモと呼ばれる限定カードがもらえます。で、この CS プロモ、なんとベスト8景品ですら数千円から場合によっては1万円以上で取引されてるとんでもないカードたちなんですが、過去1枚だけ1000円を割った伝説のカードが存在します。それがこちら、嘘と盗みのエンターテイナー、通称エンテイです。というわけで今回はこのカードが送った悲惨な末路を紹介します。というわけで、まずこちらのカードの詳細をおさらいしておきましょう。エンテイの CS プロモ配布期間は2019年の1月から6月で、こいつの効果が404000でバトルゾーンに自分の他のクリーチャーがあれば自身が攻撃されなくなる上、相手がクリーチャーをコスト支払わずに場に出した時、そのクリーチャーを破壊するといういわゆる踏み倒しメタを持っています。この踏み倒しメタは当時大流行していたドギラゴンバスターをめでるために様々なデッキに搭載されており、なんならドギラゴンバスター側もミラーマッチを制するために踏み倒しメタを搭載するっていう、もう本当にこれなしでは環境は語れないレベルの強カードでした。そのため CS プロモで選ばれた当初は環境でバリバリ使われており、価格も5000円台で安定していました。しかしエンターテイナーの配布が開始してから約1ヶ月経った1月27日、最初の悲劇が起こります。エンターテイナーが使われる最大の要因だったドギラゴンバスターが殿堂入りによって自主退場したので、エンターテイナーの存在価値も同時に失われていきました。ちなみに殿堂発表前、当時の僕はドギラゴンバスターを殿堂入りするとエンテイの存在意義が消えるから、エンテイの配布期間が終了するまではドギラゴンバスターの殿堂はありえないとオタク特有の早口で言い残し、大量のドギラゴンバスターを買いだめた結果大爆死した記録が残っております。というわけで、発表された殿堂入りが実際に施行された3月1月、半分空気とかしたエンターテイナーの価格はついに2000円台に到達します。そんなエンターテイナーですが、この後さらなる仕打ちが待っていました。3月30日に発売された新弾 DMRP09、 こちらのパックから新しく追加された GR というギミックが既存の常識を大きく覆すこととなりました。というわけで、この GR というギミック、大まかに説明すると、 GR 召喚すると書かれたカードを使うことで GR ゾーンというところからコストを支払わずに GR クリーチャーが場に出てくるんですが、 GR 召喚には一つ特殊ルールとして、 GR クリーチャーは全てコストを支払って召喚したものとするというわっきわからん一文が記載されています。これはつまり GR クリーチャーを場に出す際、本当はコスト払ってないけどコスト払って召喚したことにするということです。だからつまり GR クリーチャーを場に出すとき、実際にはコスト支払ってないけどコスト払って召喚したことにするということです。いや、だからつまり、エンターテイナーのような踏み倒しメタが GR 相手には一切役に立たないことが判明しました。もうまるでエンターテイナーをピンポイントでぶっ殺しに来たかのようなテキストですが、これにより配布期間中であるにもかかわらず環境から姿を消したエンテイの価格がついに1000円台を割りました。で、それ以降一度も値上がることなく、現在も800円で取引されています。というわけで、以上、不遇のカードエンターテイナーの解説でした。次回もよろしくお願いします。それでは。